不思議な世界の住人同士が激突。今戦いの火蓋が切られる。何これ。ってなわけで三本選手でいいわよね。みんなよくねえよ。なんで急に勝負する流れになってんだよ。魔王妖精でかい犬、これだけキャラかぶってるんだからライバル同士って感じじゃん。戦う運命なのよさ。角が生えてる狼？調べさせてください、うん、戦うって人間も混じってるじゃないか。危険だっての。何しけたこと言ってんの。向こうはやる気なのに。え？お手柔らかに。ヒーローの力見せてあげる。よくわからないけど丸も頑張るじゃん。ほらか弱い人間たちがあんなに気合い入ってんのに、魔王のあんたがそんなんでどうすんのよさ。この私までただの人間に見えるのかしら。え、うん、人間だよね。ダダダダダダダークネス。びっくりした。なんなんだ。奇跡を起こす占い師ヨハネとは私のことよ。この力で町中のトラブルを何件も解決してきたんだから。ああ、何でも屋さんか。違うわよ。いいわ、それじゃ占いの腕を見せてあげましょう。リムルさん、あなたは二面性のある人ですね。出た、インチキ占いの典型。誰にでも当てはまる質問。そうだな、よし、正直に答えてやろう。ああ、あるよ。どう？私にかかれば何でもお見通し。ほら、この通り。やっぱり向こうのチーム普通の人間が多いぞ。だからハンデで5人も多く来てもらったのよさ。むしろハンデ上げすぎたかも。ってなわけでお兄さんこちら。これでちょうどいいんじゃない。だからよくねえって。下手すりゃ怪我人が出るぞ。競技の内容と使用する道具次第では安全にレクリエーションができると思いますよ。特にお二方。ああ、ベニマルとシオンだ。確かにこいつら物騒なもん持ってるな。マルと似てる名前、珍しいずら。自覚はあったんだね。本物の刀はさすがに危険ですので、代わりにこちらを。なんだ、加工した竹の束。竹刀という刀の代用品です。これで相手の頭、手首、脇腹のどこかを先に叩いた方が勝ちです。いや、人間同士がこれを使うなら安全だろうが、俺たち鬼が振るってしまえば。まずは試しに、ベニマルさん、お手合わせ願いますか。とはいえ、せっかく安全な道具を用意した相手の挑戦を無下にもできないか。わかった、受けよう。おい。大丈夫です、リムル様。彼女が言っていた通り、お手柔らかにやり過ごしますよ。そっか、なら安心して見てられ。では。変身した、スカーレットデルタ。防具も安全のために必要なものです。さあベニマルさん、あなたも防具を。いや、持ってないぞそんなの。俺はこのままでいい。この柔らかい竹でどうにかなるほどやわな体じゃないで。ですがせめて眼球だけでも保護してください。カナンさん、ダイビング用のゴーグル持ってませんか。あるよ、ちょうどさっきまで潜ってたからね。さっき？剣道一本勝負。あれ、
尺がないから1本で。尺とか言わない。ってなわけでレディーゴー。はっはっ。さすがに鬼ともなると次元が違うけど、はあ、何を気にしてるのかしら。はい、お菓子どうぞ。おお、ありがとう。うまそう。あ、どうもどうも。よかったらこれ、ナマズのお茶、ナマ茶です。ありがとうございます。お返しに私も何か作りましょうか。本当に何かとしか呼べないもんができちゃうからやめて。シオンのやつ、本当に作り始めないような。なるほど、隙あり。あ、隙を見破られた。このテカテカメガネなら視線を隠せると思ったんだが。集中できてないのバレバレだったぞ。罰としてお前の分のお菓子なし。そんな、シオンの発言につい反応してしまった。シオンさんの作る料理は一体どんなものなんでしょう。まあこれもハンデのうちや。それよりリムル、偉そうにしてるけど次はあんたの番だからね。何、俺も剣道すんの？同じ競技じゃつまんないじゃん。あんたとランガ、ヨハネちゃんとライラプスで勝負してもらうわ。アイケンの絆フリスビーキャッチ対決。やっと私の出番ね。この子ランガちゃんって言うんですね。ちゃんどっちが遠くまで投げられてキャッチできるかの勝負よ。投げる方も気合い入れて投げなさいよね。おいおい、魔王になった今の俺が気合い入れて投げちゃったらどこまで飛ぶかわかんないぞ。ご安心ください、我が主、どこまででも必ずキャッチしてみせます。そういう問題じゃなくて。めんどくさそうにしない、ライラプス。私の魔法なら地球の裏側まで飛ぶかもしれないんだから、ちゃんとキャッチしなさいよね。魔法使えるのか。えい、ボノボノ。まあ今日のところはこれくらいで勘弁してあげるわ。さあ次はリムルさんの番よ。ああ、うん。主、面倒そうな顔をしないでください。わかったわかった、でも加減しなきゃ。巨大化もできるんですか。いや元の大きさに戻っただけだ。どういうつもりだよランガ。体が大きければ歩幅も長くなります。これでより遠くまでリムル様の円盤を追うことができます。さあいつでもお投げください。そんじゃ行くぞ。それさあしまった。だから小さくなっとけっていつも言ってるのに。なるほどです。まあリムルたちの負け。うちのチームだらしなさすぎ。面目ない。魔物だらけのテンスラチーム、人間相手にまさかの2連敗。この対決何が起きても不思議じゃない。一体どうなってしまうのか。